おはようございます。今日も相変わらずの GoPro なんですけれども、今日はねちょっといつもと違うと言いましょうか。今日もねあの ND8 のフィルターをつけているんですけれども、いつもとね違うのは、あのずっとねちょっともう忘れていたあの GoPro ラブズっていうのが、それを使って最大シャッター角度っていうのをここで設定しています。はい、おはようございます。ともかくです。ということでね、今日はあの GoPro Hero 9の最新のねファームウェアアップデートに合わせて公開されたあの GoPro ラブズね、ちょっともうあの随分ここのとこ使ってなかったですけれども、それを使って今最大シャッター角度をね45度に設定しています。これがねもしかすると昼間 ND フィルターを使ったあの GoPro 撮影ではね一番いいんじゃないかなと思っていて、それを今検証中です。で ISO に関しては ISO を最大400に設定して、最大シャッター角度を45度にして今撮影しています。どうだろうな、ちょっとねあのこの辺の詳しい話に関してはちょっと後であの部屋の中でやろうとは思っているんですけれども、ここのところねこの ND フィルターを使った時の、シャッタースピードの設定っていうのはね、個人的にいろいろと試行錯誤しているところで、なかなかね最適解っていうのが見当たらないところではあるんだけれども、そんな中ねこの GoPro ラブズの最大シャッター角度を使えば結構その辺うまく制御できるんじゃないのかなと。今日ねちょっとあまり天気は良くないんですけれども、天気のいい日にね GoPro 屋外で使ったりなんかしてると、あのシャッタースピードをね固定しちゃうと日陰とかに入った時に ISO がちょっと上がりすぎちゃうんですよね。であの昼間なのにこうノイズがねすごく目立っちゃうことになっちゃって、そういうこともあってね昼間はねなるべくシャッタースピードっていうのは自動にしておきたいんだけれども、そうしてしまうと日中ねシャッタースピードがそれこそまあ500とかに上がってしまって、いわゆるまあこう映像がカクつくっていう風な、そういった現象になりがちなんで、屋外での汎用性っていうのを維持しつつも、シャッタースピードをどこまで、適切にいけるのかっていうね、特にまあこういうねあの暗いところトンネルとかに入ったりすると、それがまあこう ND フィルターをつけることと同時にねシャッター、最大シャッター角度 GoPro ラブズを通して設定することでうまくできるんじゃないのかなと、個人的に今それをちょっと期待しています。はい、で今日はね最大シャッター角度45度なので、24fps で撮ってると多分196とかになってるんですか、何も考えずにねシャッタースピード自動で使ってるのが一番いいのかもしれないんだけれども、やっぱりこう ND フィルターとかをね使ってるんだったら調整っていうのもしておきたいところなんで、この辺ねまたちょっとあの数日かけて検証していこうと思います。はい、どうもこんにちは、向かうえです、ということで今日も、GoPro 関連の動画にしようと思っていて、このね、最近はこの ND フィルターっていうのをこう、つけて、運用しているわけで、今日のねオープニング動画っていうのもこのフリーウェルの ND8 っていうのをつけて、撮影していたんだけれども、やっぱりどうしてもねその GoPro で、ND フィルターを使うとなるとですね、問題になってくるのはこうシャッタースピードをどう設定するのかっていうことで、この点に関して結構コメント欄でも、アドバイスやご意見っていうのをいただいていて、僕自身ねやっぱり一番GoPro を使う上でそこがこう迷いどころというか、試行錯誤しているところではあるんですけれども、今日はねちょっとその点に関して詳しく話してみようかなと思っていて、でまずね基本的に僕 GoPro を使う上で夜間だとシャッタースピードっていうのはあのできるだけ開けた状態、24で撮ってるんだったら24だとか48とかっていう風に開けた状態で使うのが好ましいと思っているんですね。っていうのも、夜間って光の増減っていうのはそんなにないんで、もう太陽が沈んじゃった状況だとどれだけその人工的な光を加えてもたかが知れてるんで、なんだけれども昼間に関しては僕シャッタースピードは固定したくないんですね。その理由っていうのがやっぱりどうしても GoPro の場合っていうのは絞りがついていないこともあって、シャッタースピードと ISO 感度 ISO でその光の量っていうのをコントロールする必要があって、そのシャッタースピードの方をもう固定しちゃうと、もう実質感度の部分だけで光の量っていうのを調節しないといけなくなっちゃうんで、なのでこう昼間の明るい状況の中で
例えばこう ND フィルターなんかをつけてね、シャッタースピードっていうのを固定しちゃうと、その状況のまま日陰に入ったりだとか屋内に入ったりすると、もう ISO の感度がガンと上がっちゃって、まあノイズが出てしまうっていう風なね、そういうことになるんで、なるべく日中のようにこう光の増減っていうのが多い環境下では、まあ、シャッタースピードっていうのをまあ自動にしておきたいなという風に思っているんですけれども、そうしちゃうとでもやっぱり問題なのが、あの日中とかになるとシャッタースピードがこう上がりすぎてしまったせいで映像っていうのがカクついてしまう、あのモーションブラーっていうのがなくなって、それをじゃあ補正するためにこう ND フィルターをつけてシャッタースピードを落として見ることっていうのを試してい いるんだけれども、そうしちゃうと例えばちょっと日陰なんかを歩いてる時なんかにはこう必要以上にこうシャッタースピードは下がってしまうこともあって、手持ちなんかで撮影してるとフレーム感にこうにじみみたいなものが出てしまうっていう風な、まあそういったね、まあ、問題があるんですよ。でこの辺が結構まあ難しいところとか、やっぱりまあ GoPro のようなね、カメラだと完璧な運用っていうのはできないんで、やっぱどこかでこう妥協しなければいけないんだけれども、その辺のねこう最適解っていうのを日々求めている感じで、まあ、そんな中ね結構福音的なねものが出てきたというか、まあ、それがねGoPro Labs なんですけれども、以前ねこのチャンネルの中でも GoPro Labs に関してはかなりね詳しく言及もしていて、まあ、その時は結構僕もね興奮していろいろ使っていたんですけれども、その後その GoPro Labs のファームウェアとこの GoPro 側のファームウェアっていうのがね合致しなくなっちゃって、 GoPro 側でこう最新のファームウェアアップデートをしちゃうと GoPro Labs っていうのは消えてしまう。で GoPro Labs の方を優先しちゃうと GoPro 側の最新のファームウェアアップデートっていうのが有効にできないみたいな、その辺のね齟齬っていうのが生まれてしまって、まあそれを機に GoPro Labs を僕使わなくなってしまったんですけれども、今回 GoPro が新しいファームウェアのバージョン 1.6 っていうのを公開して、それに合わせてね実はこの GoPro Labs っていうのもバージョン 1.6 っていうのが出ていたんですね。でね今回まあそれをまあインストールして今朝の映像からそれを使っているんですけれども、そうすることによって GoPro のベーシックな機能ではついていない、まあ、実験的なこう機能っていうのを付加することができてね、それが最大シャッター角度っていうやつなんですよ。でまあこれに関して、ね、最大シャッター角度っていうのはどういうものなのかっていうのも以前こう結構詳しくは説明したんですけれども、一般的にねカメラってフレームレートの ×2 っていうのがまあ好ましいシャッタースピードっていう風に言われているんですけれども、これGoPro の場合はその限りでは全然ないんですよね。特にこう手ブレ補正をオンにして手持ちにこうカジュアルに使用したりする場合なんていうのは、例えばじゃあフレームレート24にしているからシャッタースピード48で撮影しましょうっていうことをやっちゃっていると、どうしてもこうフレーム感でこうにじみっていうのが出てしまうんですね。その辺 GoPro 側の公式っていうのは映像にこうにじみが出なかったりだとか映像が破綻しないこう最低のこうシャッタースピード、シャッター角度っていうのが45度だっていうふうに言っているんですね。この GoPro Labs にはその最大シャッター角度っていうのがまあ設定できる機能っていうのがあって、まあ、今回それを有効にして最大シャッター角度45度の状態で撮影したのが今朝の映像になります。で ISO もね最大400までにして ND フィルター8をつけているんだけれども、これが一体今どういう状況かっていうと、どれだけ光が必要な状況になったとしてもシャッター角度が45度以上は開かないっていうことなんですね。シャッター角度45度っていうとフレームレート24にするとシャッタースピード192分の1なんですよ。でシャッター角度っていうのは、360度でフレームと同じ 24fps で撮っているとシャッター角度365度っていうのが24分の1なんですよ。シャッタースピードで180っていうのが48分の1、90度になると96ですか、シャッタースピードで45度になると192っていうことなんですけれども、いわゆるそれ以上シャッタースピード上がりませんよ、遅くなりませんよっていうことなんですね。まあ、なのでどれだけ暗い状況の中でもこの GoPro のシャッタースピードっていうのは192分の1以上に遅くならないっていうことなんですね。なので48だとか96にはならないんですよ。一番シャッターが開いている状態っていうのが192分の1なんですね。まあ、なので、まあ、暗い状況の中でこうやって手持ちにしてもにじみが出ないっていうことで、でなおかつこの ND フィルターをつけることで日中もそんなにこうシャッタースピードっていうのが高くならない。GoPro なんかの公式なんかではシャッタースピード自動の状態で天気のいい屋外なんかだとシャッタースピードは1500分の1まで上がっちゃうっていう風に言ってるんで、そこまでやっぱり上がっちゃうとやっぱりカクつきの原因になるんで、そういったこうカクつきっていうのはこの ND フィルターで抑えつつも暗い状況になって
ったとしてもシャッタースピードっていうのが必要以上に上がらないように規制することができるっていうことで、とりあえず今日は昼間ね ND8 っていうのをつけて、で同時に最大シャッタースピードっていうのを192分の1、シャッター角度最大シャッター角度45度ですからにして運用してみたんですけれども、破綻等はなかったですね。でしかもね ISO も僕最大400までに設定しているんで、トンネルみたいなねちょっと暗いところに入るともう暗いところはもう暗いところのままなんですよね。っていうのも ISO も400までしか上がらないですし、シャッタースピードっていうのも192分の1よりか低くならないんで、もう暗いところはもう全然暗いままなんですよ。なんだけれども僕は GoPro 運用する上ではそれが一番いいんじゃないのかなと。変にこう暗いものを明るく映そうとしちゃうとどうしてもノイズになってしまうんで、ノイズになるくらいだったらもう暗いものは暗いままでいいと、そういったこう設定っていうのが、今回ねその ND フィルターと GoPro Labs のね最大シャッター角度っていうのを併用することによってできるんじゃないのかなと思っていて、今日はね最大シャッター角度45度にしたんですけれども、これもしかするとね90度、なのでシャッタースピードでいうと96分の1ですか、最大値そこぐらいまでできるのかなと個人的には思っているんで、そうすることによってこのシャッタースピードの増減っていうのが変にこう大きくならないで、 GoPro Labs のソフトウェア側で最大シャッター角度っていうのをもう決めてしまって、で同時にねこの ND フィルターをつけることによって、物理的にこう光の量っていうのを制限してしまう。でそうすることによって昼間は結構汎用性っていうのが出てくるんじゃないのかなと、個人的に思っているんでね、ちょっと今後もこう ND フィルターと GoPro Labs を使っての最大シャッター角度っていうのを併用することによってね、最適なねシャッタースピードっていうのをちょっと求めていこうかなというふうに思っています。でこの辺ね、本当にコメント欄でもねいろいろとご意見いただいていて、使う人によって結構この辺の扱いっていうのは変わってくると思うんですよ。ただ僕の場合はこの GoPro に関してはとにかくこうカジュアルに使いたいっていうのがあるんで、同時にこう最適なね設定っていうのを求める、そういった試行錯誤っていうのを今後もしていこうと思いますので、この点に関してねまたちゃんとフォローアップしていこうと思いますので、もし気になる方はねぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。本当はねもうそろそろこの後ろのねこの辺で見えているAmazon プライムで購入した商品っていうのもそろそろもう開封して紹介したいんですけれども、まずはねちょっとこの GoPro 関連の問題っていうのを個人的にクリアにしてからちょっと新しいものを紹介していこうかなというふうに思っています。ということで、今日はこんな感じで、おもかげでした。